ピンポンパンポン。皆さんおはこんばにちは。前回に引き続き歩兵用対戦車兵器について紹介していく。ただ前回と違うのは今回紹介する兵器のほぼ全てに成型索薬弾が用いられているということだ。成型索薬弾についての詳細な説明は省くが、速度と質量でぶん殴ってる従来の鉄鋼弾と違い、速度に左右されず一定な貫徹力を持つ弾と考えるといい。そのため高初速が必要としない歩兵用対戦車兵器、また現代では距離によって威力が左右されないため対戦車ミサイルなどに用いられている。ただ成型索薬弾は榴弾と性質が近いため、鉄鋼弾と異なり、壁越しの目標に対して使用することができず。また、第二次世界大戦当時において、貫徹後の威力は鉄鋼弾よりも小さいため目標に対して有効打を与えられない場合がある。そんな弾薬を用いた武器で最初に紹介するのはこちら。小銃敵弾だ。小銃敵弾について簡単に説明すると、小銃の先に小型の砲弾や手榴弾をつけ、空砲で発射できるようにしたものである。弾頭には榴弾はもちろん、今回紹介する対戦車弾や発煙弾などといろんな種類がある。ぶっちゃけると小銃敵弾に関してはネタに尽きないのでこれだけで動画一本作れる。個人的には一連の動作が中に心をくすぐるので国によらず小銃敵弾は好き。それで派紹介を始めていこう。最初に小銃敵弾用の対戦車弾が開発されたのは1939年。それがこのゲベやパンツァーグラナーで。発射した時の最大射程は200メートルを超えるものの、まともに狙えるのは40メートル以下であり、重量は 250g で、装甲貫徹力は 30mm で軽戦車や装甲車しか相手にできなかった。さすがにこの威力では進化し続ける戦車に対応できないため、1942年にはより高威力の弾が開発された。それがこれ、グロースゲベやパンツァーグラナーデだ。直訳すると大きい小銃戦車敵弾、そのままである。名前の通り弾頭が大型化しており、貫徹力も70メートルメートルと大抵の戦車の側面ならば貫徹できるようになっている。ちなみに重量は 380g とまだギリギリ照準できるレベルであった。そして1943年、グロースゲベやパンツァーグラナーデを元にさらに強力な弾頭が開発された。グロースゲベやパンツァーグラナーデゼクスーントフィルツヒとグロースゲベやパンツァーグラナーデアイヌントゼヒティヒである。画像の通りさらに弾頭が大型化し、それに合わせ貫徹力も増加し、46では 90m、61では 130m の装甲を貫徹できる。性能的には問題がなかったがここで別の問題が起きた。そう、弾頭が大型化しすぎて重量がとんでもないことになったのである。46は 410g と元となった戦車敵弾のでっかい方とあまり変わらないが、61は 580g とコンビニ弁当よりも重いのである。重さの予想がつかない人は、1m4kg の棒の先に 500ml ルペットボトルをつけて一定時間持ってみてほしい。さらに弾頭に成型索薬弾を用いてるため有効打を与えにくく、複数回同じことを行わなければならない。壁などに支柱にして発射すれば多少マシにはなるものの、精度低下は免れず、よほどの腕でなければ静止してる近距離の目標以外に命中させるのは難しい。そこで活躍するのが再就職したパンツァーデュクセことグラナーテデュクセのインウントドライスイヒである。小銃敵弾専用の照準器がついており、遠距離でもある程度の命中率を期待できる。ここまで長々と弾頭が重いうんぬん話してきたが、同時期のアメリカのメートル級ライフルグレネードが 600g、重量がどれだけ命中率に影響してるかがわからないのが実際のところではある。ここまで小銃敵弾を紹介してきたがまだもう一種類ある。ゲベやグラナーテパトローネフィルツヒである。これまで紹介した弾頭と大きく異なり、ドイツ空軍の要請によって開発され、空挺部隊の対戦車兵器としてクレタ島の戦いにて初めて実戦に投入されたとされる。この弾頭の面白いところは開発経緯もそうだが、弾頭が大きいがために小銃敵弾機に収まらず、敵弾機に覆いかぶさるようにして装填していたらしい。重量は 515g。装甲貫徹力は 35mm と重量と釣り合ってない数値となっている。ぶっちゃけ 35mm という数字に自信が持てないのでどなたか詳しいことを知ってる方はコメントください。小銃敵弾はここまでとし、次は一風変わったものを紹介していこう。なんと信号拳銃を用いた対戦車兵器である。このまま紹介するとただの珍兵器になりかねないのでまずは開発された経緯を説明しよう。1930年代後半、ドイツのバルター社はライヒトピストーレゼクスーントツバンツイヒに代わる信号拳銃を開発していた。
そしてなんやかんやあって1934年にできたのがライヒトピストーレフィーアウントドライスイヒである。もちろんこの信号拳銃は1939年のポーランド侵攻にも使用された。ただ何を思ったのか前線の兵士はこの信号拳銃の銃口に手榴弾を取り付けてさながら小銃敵弾みたいな使い方をしていた。そしてさらにはドイツ陸軍までもがこの信号拳銃を敵弾発射機に作り変えるように要求。またなんやかんやあって34年型の信号拳銃にライフリングを刻み込んだカンプフピストーレが開発された。この重量の弾頭が開発され、通常の敵弾に混じって対戦車用の敵弾も開発されたわけ。なお対戦車敵弾を発射した時の反動が大きいので、折りたたみ式のストックや照準器が備え付けられたシュプルムピストーレが開発された。まあライフリングがあろうとなかろうとどの銃でも敵弾を発射できるけどね。34年型の後継のライヒトピストーレツバイオントフィルチヒでももちろん発射できたよ。こいつもライフリングないけどね。さてとそれで破肝心の対戦車敵弾の紹介といこう。パンサーウォルフカッパサイオントフィルチヒである。貫徹力は80ミリと悪くないものの、射程が70メートルと短く、先ほど述べた通り反動も大きかった。また開発された年が1942年と戦争中盤であり、戦争後期になるにつれより有力な対戦車兵器が出現したことより目立った戦果は上がってないよ。少し信号拳銃の話が長くなったので続きは次回に回すとするよ。ご視聴、ありがとうございました。